球に生まれた宇宙人へ。小さな頃からよく夜空を見上げていた。夜空を見るとなんか落ち着いた。 UFO の存在を全く疑わなかった。小さな頃にそんな個性を持った子供ではありませんでしたが、そして大人になるにつれてそんな感情を無理やりどこかに押し込めて、自分の本当の声が聞こえないふりをして周りに合わせることを最優先にする、そんな大人になっていませんか？そしてこんな話に興味を持ってしまったあなたは、宇宙から来た魂を持って生まれた地球人かもしれません。そしてそんなあなたは今現在地球のルールで苦しんでいる最中かもしれません。なぜならば宇宙のルールと地球のルールには違いがあるからなんです。そして僕も長年そんな悩みに押しつぶされながら生きてきた一人です。これは僕がこれまで培ってきた地球と宇宙のルールという自分のメモを、立ち上がりたいけれど立ち上がれない、そんな宇宙由来の地球人に向けてお送りする深夜放送のような動画です。あなたが今の苦しい状態から脱するだけでなく、地球を良くするために生まれてきたんだと思い出すことのきっかけになればなと思っています。あなたの魂に届けば幸いです。今回の地球と宇宙のルール、テーマは体を愛するです。体を愛する。僕ら宇宙由来の地球人は目的意識が非常に強いので、結構無理をしてしまうことが多いです。宇宙には無理というものがないので、夢中で無理を体験する時期も必ずあるようです。これは宇宙からの最新情報なのですが、これからの激動の時代に僕ら宇宙由来の地球人は健康状態を維持しておくことが結構重要なようです。ここ数年で病気になった人などもいらっしゃると思いますが、それは次のステージにという自分からの伝言だそうです。そもそも僕らは宇宙から来ましたが、その時は手ぶらで来ました。魂だけでやってきたのです。そしてこの地球に生まれる時に、地球にある物質の力を借りて人間として生命を手に入れました。意識しなければならないのは、この魂は自分ですが肉体は自分ではないということです。肉体は感情を作り出すので自分という錯覚を起こしますが、それは本質ではなく感情なんです。その証拠に死んだら肉体は手放します。そもそも細胞レベルで見ると体は頻繁に入れ替わっています。骨でも数年で入れ替わってしまうと、血液なんかは何ヶ月かで全て入れ替わってしまうというデータもあります。例えば皮膚が自分だとしたら、赤はいつまで自分なのですか？血液がもし自分だとしたら、飲み水はいつから自分になるんですか？よくよく観察してみると、肉体には境界線がありません。境界線のふりをしていますが非常に曖昧です。例えば人は汗をかきますが、それはいつから自分でなくなるんでしょう？すべては地球の一部を借りて自分という幻想を作り出しているんです。この場合の自分は感情が作り出したものを指しています。僕ら本来の魂は自分を主張はしません。その証拠として魂には名前がないんです。名前は実は肉体についたものです。感情も肉体についたものと言えます。そして肉体は地球についているんです。鋭い人は気づいたと思いますが、体を愛するということはほぼイコール地球を愛するということなんです。これは真理です。反論がもしあるならば、ぜひコメント欄にお願いをします。さて話を戻しましょう。ここからは具体的に体を愛する方法をお伝えしようと思います。大きな意味で考えると、地球の循環に入ることです。循環は地球のルールです。循環できないものは地球の金融のルールになります。循環できないものをなるべく遠ざけていきましょう。まずは食です。食の循環活動、それは
自然栽培の植物をいただくということですね。できれば種も自家栽培の種を使った植物をなるべく食べるように意識しましょう。食べる回数は1日1回が目安となります。お腹が空いたら食べるという感覚を持つことが重要だと思います。調味料も化学をなるべく避け、無添加にこだわりましょう。お金が少しかかるように感じますが、ゆくゆく医療につぎ込む金額を試算すれば圧倒的にお安いですし、圧倒的に長生きができます。お肉はできるだけ人類から遠い種族のものをいただくように心がけましょう。この順番ですね。魚、鳥、豚、牛、そして人間になっていきます。もちろん科学的に育てられたものはできるだけ避けましょう。そしてこの時代、さらに重要なのがデトックスです。どんなに気をつけてもこの社会に生きていたら空気を吸うだけでも毒が体の中に入ってしまいます。いかに毒を定期的に外に出すか、それが当面の課題と思ってください。私の個人的なおすすめは断食です。ここでは詳しく明記しませんが、インターネットで調べればたくさん出てきます。出どころのちゃんとしているものを採用するようにしてください。食の次は睡眠です。睡眠は肉体的には休めるという役割を担います。魂としては宇宙に帰ってリセットするという意味があります。僕ら宇宙由来の地球人は寝ることが何よりもリフレッシュになります。地球の波動に毎日やられていますが、宇宙の自分の基地に一時帰還して、そこで宇宙のエネルギーを蓄える、そんなイメージです。ボクシングの試合に出ているようなもんです。地球でボコボコにされてもコーナーに帰れば優しいセコンドが水や優しい言葉を与えてくれます。1分と短い時間ですが、それでも次のラウンドに備えるには十分です。記憶には絶対に残りませんが、アドバイスもたくさんしてくれています。寝ることは最高のヒーリングです。気をつけることは睡眠薬なんかを絶対に飲まないことです。お酒もできるだけ飲みすぎないようにした方が宇宙からのメッセージが浸透しやすくなります。そして最後に運動です。これは人によって違いますが、一番重要なのは柔軟性だと思います。柔軟的であればそれだけで代謝が良くなり、細胞が活性化されチャクラが開きやすくなります。うまくチャクラを開くことができれば、起きていても瞑想状態に入ることもできるんです。そして柔軟的であれば呼吸も深くなり、幸福感が出てきます。僕ら宇宙由来の地球人は生まれたことについて罪悪感を少し感じています。だから呼吸することも大げさに言ったら罪悪と思っている節があるんです。呼吸をすることが自己肯定の始まりです。ぜひ深呼吸の癖をつけるようにしましょう。まだまだ言いたいことがありますが、今日はこの辺にしておきます。賛同いただけるようであればいいねをしていただけると嬉しいです。質問や要望がもしあったらコメント欄にお願いをします。それでは最後に僕がおすすめする地球を10倍楽しむ方法、今回は温泉です。万座温泉、これは群馬県にあるんですけれども、写真をご覧いただければわかると思いますが、非常に山の中にあってですね、日本でも硫黄の濃度がですね非常に高いということで有名です。僕はここに定期的に行くようにしていますけれども、非常に癒されるのでおすすめです。それではまた。地球に生まれた宇宙人、チャンネル登録もよろしくお願いします。